はい、おはようございます。おはようございます。ジャッカルソルトの杉山大吾です。金森雄志郎です。はい、本日はですね、九州玄界灘の宮城さんにお世話になって、ディープのね、はい、ジギングやっていこうと思います。はい、で今回、金堀さん、はい、このね玄界灘がホームということで、はい、ちょっといろいろ教えてもらいながらやろうと思うんですけども、今回ね、はい、バンブルズシリーズ、タングス先生のね、バンブルズジグを使って、ちょっとねディープなジギングということで、はい、ちょっといろいろ教えてください。状況的にはどんな感じなんですか？やっぱりこう春先というか、はい、春から、うん、今から夏前までかけて、はいはい、どんどんこう海峡も良くなって、なるほど、どんどんいろんなこう美味しい旬の魚が、いいですね、こんなんからこんなんから、はい、いろいろ釣れると思うんで、今日はいろいろ狙っていきましょう。いいですね。ちなみに目標とする魚、ちょっと聞いて。目標ですか？やっぱり深さがあるんで、アマダイとか、アマダイ、あともちろんその底物、畑とか、いいね、もちろんいろんな魚を、もうとりあえず今日はもういろんな魚、釣る魚をどんどん釣りましょう。わかりました。いろいろじゃあ教えてください。はい、頑張りましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。お、なんだ、アマダイ、アマダイ、やったね、来ました、マハタです。いいサイズですね。はい、じゃあ早速ね釣り始めていきたいと思います。はい、今回ね、新しくバンブルズ CG から追加のウェイトを出ました。僕はねとりあえず 100g の赤金からスタートしてる。はい、自分も 100g で、大吾くんがゴールド系なんで、はいはい、ちょっとレンズホールのシルバー系からいきたいと思います。基本的にこの底の質は砂地に背がたまに絡む。なるほどなるほど。ところどころ背があるんで、ずっと今から流れ続けて、はい、そのいろんなとこずっと砂地からだんだんこう背にかかるようなところにいる魚、はいはい、るいろんな魚をこう狙っていく感じ。いいですね。最初はね、その結局まず魚の折る層をどんどん下がるけん、はい、もちろんどんどん底ずっとネチネチしてもいいし、中層まで上げてもいいし、で今で言ったら 100m ないぐらいかな、はい、なんでそのもちろんいろんな層レンジやってみてもいいし。わかりました。魚探とかその今の状況を見て、そのベイトが出たらその層まで上げてくるとか、その狙ってる魚とか、その定質とかによって多分釣れる魚が違うと思うんで、狙い方が多分変わってくると思うんですけど、どういう感じでこうしゃくるその棚とかしゃくり方とかって、もちろんそのゆっくり今みたいにこう、ね、ジグをこう動かしてながら、もうほんとゆっくりゆっくりゆっくりこんなのがいいです、ね、ゆっくりこんなでもいいし、もちろんワンピッチでこう細かいアクションもいいけど、まずはもういろいろ試してみて、いろいろですね、もう今日その日釣れるその魚次第というか、そうですね、もうやっぱりこうどうかな、釣れる魚か、いろいろ試してみて、まずいろいろ試してみて。わかりました、もうほんとね、こうやって聞いてやる感じ、水中を、なるほど、を竿を使ってこうストロークを生かしてこう、当たりを取ってあげる感じ。竿先にねゴーンってくるような当たりより、もっとね細かい当たりとか結構出るんで。ああそうですか。へげ、もうラインをしっかりこう重みを感じてやって、で何らか違和感とかその魚の反応が出たらちゃんとフッキングしてやる、でフッキングもやっぱりこうやっぱり自分とルアーがすごい遠いんで、もちろんしっかりちょっとストローク取ってやってフッキングして、ちょっとじゃあ、ロングフォール的な感じで取ってもいいってことですね。今ねこの 100m 前後で、ディープなエリアやってますけど、やっぱちょっと潮が速かったり、風が強かったりすると、多分 80g、今までの 80g までだと、ちょっと釣りがしづらかった部分があると思うんです、もちろん。でどうしてもその届かなかった水深まで届かせるっていう意味で、はいはい、やっぱりもっと重たいものが欲しいってなって、もう100、120、もうこれが多分ねこのスペックがどんどん重要になってくる。そうですね、やっぱりどんどん重たくすれば重たくするほど、やっぱもちろんシルエットも大きくなるし、このコンパクトなシルエット、コンパクトなジグをで狙う釣りなんで、はいはいはい、やっぱりこの
もう少し、もうちょっとだけ欲しいっていう、ちょっとかゆいところに手が届く100、120。はいはい。まあ、ちなみに金堀さん、うん、タックルは、うん、ロットとかその P ラインの太さとかってどんな感じでやってますか？ラインは、例えば今使ってるのが SLJ のタックル、はいはい、うん、バンブルズエクストロの66の SLJ、なるほど、使ってるんだけど、SLJ だからどんどんこう細いタックル、はい、細いラインじゃなくて、はいはいはい、こっちどうしても魚が結構大きいんで、うん、かかる魚がもう何か分からんし、はい、ね、来た、やっ、お、来ました、釣れたね、来ましたね。やっぱり1号ベースかな、1号ベース、うん、そう、僕もね、ちょっと金堀さんに来る前にいろいろ聞いて、まあ、タックルセッティングしてきたんですけど、1号、うん、で、リーダーがね、5号、うん、20ポンド20ポンドぐらい、はい、来ました。あ、何これ、何これ、何ですかこれやっ、いや、なんか釣れましたねちょっと魚の名前わかんないです、これ僕初めて釣りました。タングステンならではの小さいシュレットじゃないと釣れない魚かなと思います、ね、やりました、1匹目。お、お、来た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 、この釣りね、まあ、魚とのこう、今どうしても深いんで、はい、魚が上がってくるまでドキドキするやり取りするときも絶対こう緩めない、うん、竿はずっと曲げたまま、まあ、そういう面ではエクストロみたいにこうちゃんと曲がってくれる竿の方がやりやすいかな、はいはい、お、今になって元気になるよ。甘だい、こんな低っけボコーンって浮いたら青菜かな、ポコーン、おお、でかいよし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 、でかいいっすか、はい、ありがとうございます。おー、でかいわさあ、ファーストフィッシュ、青肌来ました。この調子でどんどん美味しい魚を釣っていこうと思います。来ましたが、お、なんだ、さっきよりは引くぞ、さっきよりは引くぞ、そこから2回目、さあ当たり始めましたね、くるくる回っております。おー、連呼台、はい、やりました。わ、でか、連呼台、初魚種、ここのエリアは結構連呼台がよく釣れるみたいなので、多分この先も釣れると思います。まあ、そこから2回目のポールで糸が止まりましたね。やりました、ちょうど収益サイズ、収益にはちょっと贅沢なサイズかな、百何十キロあ、お、お、お、魚かな美味しい魚やったら何でもいい。レンコかな、レンコでした、レンコちゃん、しゃ、ほい、自分にも、いいサイズのレンコ台が来ました。このサイズなら塩焼きして美味しいサイズなんで持って帰りたいと思います。さあ大吾くん、はい、今日使ってるバンブル TGSLJ、はいはい、自分はもうこういう釣り、深場の釣りだったりとかいろんな釣りで使ってるんだけど、はい、例えばどうかな、大吾くん静岡で遊漁船してると思うんだけど、うん、はいはい、どういうこのジグのお気に入り点とか何かあれば。なるほど、ですね、まずやっぱタングステンの素材っていうのがまず第一点、うん、やっぱすごいこうコンパクトなシルエットにできるっていうのがまず大きくて、でその中でもこの細身っていうのが僕はすごい好き、結構この細身にすることによって、例えば逆にファットなボディ
に比べると意外とベイトサイズに合ってなくてもこの細いシルエットで意外と食ってくることがすごいあるんですよ。最近だとそれこそイサキとかね、うん、あとまあマダイとか、まあ、うちらのとこだと結構砂地が多いんで、うんまあ、それこそさっきね金堀さんが釣ったアオハタとか、まあ、イトヨリとか、まあ、いろんな魚釣れるんですけど本当なんか魚種問わず釣れるのがやっぱこの細身のシルエットだからこそかなっていうのがあります。うんで、まあ、このバンブルズ SLJ の TG ですね、まあ、これに限らずですけどこのシリーズって基本的に全部左右非対称ボディじゃないですか。喋ってきました。多分ねジグがね止まっとる時間を作りすぎるとこうやってかかる。今みたいに。あじゃあ止めもあり。多分違う。これは違う魚な気がするけど。いや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 。これもあれかな。食わせの待つやつ。なるほど。お。レンコちゃん。レンコちゃん。ネクタイが効いたかな。まだ見えんね。あ、ちょっとなんとなく見えたかな。マダイ行きましたよ。おおいいね。よいしょ。いいね。やるやん。はい、金堀さんやりましたね。はい、4魚種目マダイ。僕は。レンコダイでした。いやでもいいですね、うん、よく釣れますね。あ釣れる。さあこのまま頑張っていきましょう、うん、どんどん美味しい魚釣りましょう。はい、シラスとか食ってる時って本当そのサイズに合わせないと結構食わなかったりするんですけどこのジグに関してはすごい細身なんですよ。なんでその細身っていうことで意外とサイズ、うん、このサイズ感が違ってても意外と食ってきやすい気がします。でそのボディの、まあ、形ですけど、まあ、左右非対称ボディなんでねすごいこうしゃくった時のレスポンスがすごいいいジグなんですごくよく動いてくれるしであと、まあ、これの特徴一番の特徴として、まあ、フロントフックにねネクタイがついてるから本当これがこうバイトマーカーっていうか普通にただ巻きしても釣れるし本当このフロントフックの一番いいところにバイトしてきやすい気がしますね。そのネクタイがついてることによってで、まあ、今までね 80g 以下のカレーウエイトしかなかったですけど、まあ、今回ね 100g、120g とあの重たいところのウエイトがね、プラスされたんでまたいろんな魚種が狙えますよね、うん、確かに深いところも狙えるし。じゃあ普段口を使わないような魚に対してのアプローチとか、うん、できますよ、ね、そういうところの出しどころかな。はいはい、ここでですね、今年の秋にリリース予定のバンブルズ TG バンプ、うん、これねちょっと使ってみたいと思います、はい、これね、リア重心ですね後方重心のジグになります。でこれも一応ねタングス先生になりますので、まあ、釣れるんじゃないかなと思いますけどやってみましょう。はい、はい、お願いします。このねバンプ今使ってるバンプですけど、うん、ここら辺の海域で、うん、金堀さんがメインでテストしたっていうことですよね。うん、今までのバンブルズ TGSLJ よりかなり後方重心にして、はいはい、もうとにかく底取りを優先底取りを意識したルアー。なるほど。でもう誰でも底取れて形状で言ったら先をちょっと細くして潮抜けも よくしてでちゃんとアクションもしてくれる細かく動かせば頭を振ったりとか、はいはいはい、例えばスイミングアクションしても、うん、ちょっとこう直線的な動きやけど例えばちょっとこうロールしたりとか。ああなるほどね、うん、どんどん潮が速くても、うんどんどん使いろんな海域で使えるでこういう深場だけじゃなくて、はい、もう浅くても潮が速いとかいろんなもちろん風が強いだけでどんどん船が流れるとか、はい、そういう状況でももちろん釣りが成立するようなジグとして作ってもらいました。なるほど。意外にこうあのバンブル TGSLJ の感覚で使ってもらえると、うんうん、確かにそうだな。でちょっと潮が速いなとかちょっと深いなとか、はい、そういう時にちょっと例えばそこをもっとそこの魚釣りたいなとか、はいはい、いう時にちょっと試してもらえればバンプってそういうことですもんね。こうなんか叩くとかそういうちょっとこうねこう、うんうん、バンプそこでバンプ。来ましたね。バンプバンプバンプでヒット。
そこから3回目黄色い青旗抜いちゃいますね。おいおー青旗はい、ヒットしました。バンプの 120g ですね。ほんとそこをバンプするような感じで、もうそこネチ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 やってたら、そこから3回目ですね、ポールが止まりました。やりました。はい、パターンはやります。こっそり見えん、まだ。あ、レンコかな、レンコか、タイか。あ、甘い、甘い、来た来た来た。おお、いや、なんか途中で暴れるなと思ったけど、いい、はい、ありがとう。さすが甘ダイ、本命来ちゃったっすねさあ、今日待望の甘ダイが来ました。最初はね、最初当たりは良くて、で途中そう全然引かなくなって、あら途中引き出したなと思って、甘ダイかな甘ダイかなって慎重にやり取りしました。タックルをベイトタックルに変えて、そこをネチネチする感じです。バンプでやりました。はい、バンブルズジグのバンプでダブルヒットですね。甘ダイと青旗やりました、やりました、最高です。ちょっとねベイトタックルに変えて、はいはい、ちょっとそこをトントンするというか、あのちょっとねできるだけこう手返しよくそこをずっとこう誘い続ける感じ、はいはいはい、でもう大悟くんかかった後にこうなんとなくね、あれ来たな、でも引かなかった、はいはい、でもなんか途中引き出して、あれあれちょっと慎重にこうねやってみたら、まさかの甘ダイ、甘ダイでした。よかった、さすがですねいや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 、おっ、いや、お、なんか良さそう。なんすかね。ゆっくりね。ゆっくり行きましょう。最初の曲がり込みは良かったけど、ね。良かったっすけどね。慎重にね。この辺で引き出したら甘ダイかもしれない。甘ダイ。ん？甘ダイ。甘ダイ？甘ダイ。やったね、おお、やったバッチリやん。僕にも甘ダイがヒットしました。今はね、本当にこれバンプの 120g なんですけど、そこから2回目で1回すごい小さい当たりがあって、あ、この魚かなと思って、もう1回3回目のフォールでガツンってきました、ね、最初ねすごい突っ込んだんで何かなと思ったんですけど、いい甘ダイでした。やりました。はい、今回のねジギングで、使用しているタックル、今回ね2タックル持ってきました。で今回、まあ、メインで使っているタックルですね、こちらのロッドです。S66 の SLJ+PS になります。ね、こちらのロッド結構ね、まあ、ライトジギング SLJ とかで使うと結構ね張りのあるタイプです。一応あのフルソリッドなので、まあ、かかるとすごい曲がってくれるロットなんですけども、まあ、ちょっと張りがあるので、まあ、今回みたいな例えば 100g とか 120g とかそういったちょっとあのウェイトのあるジグをしゃくりたいときは、こちらの、ね、ロットを使用します。まあ、今回ねあのちょっと深くて、まあ、100g 120g メインということだったのでこちらのタックルを使用しています。で P ラインが今1号ですね。でリーダーが5号、まあ、こちらのタックルを今日メインで使っていて、あともう1タックルこちらです。まあ、これはね、まあ、ちょっと前からだいぶ前からね基本、まあ、既存で出てるモデルですけども、 S66 の SLJ っていうモデルです。でこれはね、さっきのプラスの方に比べるとすごい竿先がしなやか、すごいなんでちょっとあの軽めの SLJ、 例えば30、40、60、80グラムぐらいまで使うだったらこちらのロッドがいいかなっていう感じです。でまあ、竿先がねさっきも言ったんですけどちょっと柔らかいんで、こうすごいしなやかに角のないしゃくりをさせたいときはこっちを使ったりします。でもね結構ねバットのパワーはあるので、
比較的大きい魚がかかってもバットパワーで寄せることができるです。まあ、今回ねこの2つのタックルを使って、ジギングを楽しんできました。あ、なんか来た、なんか来とる、なんか来とるなんか来とるね。畑かな。お、まだ、まだっすか。あ、黄色いかな、赤いか、どっちだ、見えた。あ、タイかな、青菜かな、青菜だな。でかいな。おーおーおー、元気元気。お、ローリングハタ、よし、ありがとうございます。でかい。バンブルジグのバンプで青菜ゲットしました。ね、落とし直したらもうラインが止まってました。食いました。そこから3回目2回目ぐらい、これ浮いてこないんだけどさ。根とかないですよね。いやでも、あ、根もあるよ。たまに根も混じるけど。魚身はない？いや、魚、完全に魚なんですけど。うわ、上がってこんな。今日一重たいですね、僕が釣った魚の中では。これがかかる前に何回かこうちょんちょんって小さい魚が触ったんですよね。多分イカかなみたいな感じで思ったんですけど、もう無視してそのまま。そこ落として、で2しゃくり目ぐらいでドンって来たね。うえー、はい、あ、マハタだ、マハタや、やった。あ、そんな5キロもなかったけど、でも、あ、横にかかっとったか、横にかかってましたね。いやいや、でかいでかい、来たね。あ、これは重たいですね。やったー、ありがとうございます。ナイス、はい、来ました、マハタです。いいサイズですね。オリジナルバンブルズ TG の 100g やりました。めっちゃ嬉しいいい当たりでしたね。そこから2回目ぐらいかな、めっちゃいい当たりでした。はい、金堀さん、はい、お疲れ様でした。いや、釣れましたね。釣れましたね。最初ね、金堀さんがオープニングで言ったアマダイとマハタ、はい、見事に釣れました。いやいや、いつもこんなに釣れるんですか？いやいや、どうかな、アマダイとマハタに関してはやっぱりその、はい、ね、いろんな魚釣れる中での、うん、まあ、レアキャラみたいな感じで、ね、いいサイズ最後釣ったし、本当ですね、よかったよかった、目標達成、達成ですねいやでもこれは本当にバンブルズTG ね、うん、あの、まあ、今回普通のオリジナルの方と、うん、まあ、バンプ使いましたけども、はい、本当ここの海峡にはすごいもってこいな、うん、そうですね、もちろんこういう、まあ、こういう深いとこ深いエリアも使えるし、はいはい、まあ、いろんな潮が早かったりとか、はいはい、いろんな状況であのコンパクトなタングステンのジグを使ってもらえれば、はい、ですね。いや、また限界など遊びに行きたいと思います。そうですね、どんどんこう美味しい魚、はい、思い出に、ね、残る魚を釣ってもらいたいと思います。ではまた金森さん、よろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。